はい、皆さんこんにちは。北陸ドルタ坊のドクター翔です。今日は、定例ですけれども、水曜日ですね、水曜日定例ですけれども、ボルケーノフラットのレースに参加してきましたので、まあ、その振り返りを例によって行いたいと思います。それで、このレースですけれども、まず12キロぐらいですかね、12キロぐらいのコースなんですけれども、基本はフラットです。基本はフラットで、細かいアップダウンはまああるんですけれども、大きいのは、海底トンネルからの、まあ、出口のところですね。あと、ボルケーノ島に渡ってからの、ちょっとした上りがあって、その2箇所が、その頑張らなきゃいけないポイントになります。はい、で私としてはそういう上りのところをなるべくケーデンスを落とさないようにして、通過したいと、だいたいパワーとしては400ワットを超えていくと思うんですけれども、そういうところでも耐えていくというようなところが目標になってきます。はい、でスタートしてましたがですね、で今日はそれで、先週に引き続きまして、ティーンエイジャーのお友達の佐久間くんがまた参戦しているので、まあ彼早いので、まあ、なんとか彼の走りが見れる範囲で、ついていけたらいいなというようなモチベーションでは入ってます。はい、でですね、なんとなくこの走り始めなんですけれども、速くないっていうのがちょっと正直ありまして、今の段階で、まあそうですね、300ワット超えてますね。海底トンネル入る前で、まあ、このぐらいのワット数になってました。でいつもですとこの辺まで来るとどうかな、こんなもんかな、なんとなく印象としては、まあ3.5 倍ぐらいで巡航が始まるぐらいのタイミングだったと思うんですけど、なんか300ワットもいつまでも切ってくれないなっていうので、わりかししんどいペースでした、序盤は。はい、あ、序盤もかな。はい、で海底トンネル入っていきます。でちょっと視点変えてますけど、これ、海底トンネルの中ちょっと暗くて見えづらいので、ちょっとその実際のライダーのビューにしてます。はい、あ、でこれがまあ普通の通常の、まあ、見え方ですね。で今真ん中にいる黄色いトロンバイクですねが私になります。でこの前の日曜日かなに Z フォンドの2月分を完走したので、それで2月分の Z フォンドのジャージになって、若干赤く紫色っぽくなりました。ネオ教ジャージっぽくなっちゃったんで、まあ好みは1月の方のちょっと黄色っぽいジャージなんですけども、まあ一応ジャージは新しいのをゲットしたら新しいの着ようかなみたいなのがなんとなくあって、これにしています。ただなんかその視認というか、その見つけやすさでいくと前回の1月のジャージの方が良かったのかなと思わなくもないんですけれども、まあとりあえず、はい、あ、Z フォンドこれロングですけど完走したぞっていうアピールを込めまして、これを着ています。このレースは関係ないですけど、その日曜日に Z フォンド自体、ロングコース自体は94キロ、95キロぐらいのコースで、で、なんだ、エピックコムの上りゴールだったんですよね。で、その長いで95キロなので、まあ、エピックコムの頂上から適当に下れば5キロぐらい行っちゃって100キロ達成できるんじゃないと思って、そのままダーって下って100キロ、ツイフトで多分初めてですけども、100キロ走破することができました。ちょうど3時間じゃ終わってなかった気がする。3時間半ぐらいかかってたと思いますけど、割と、辛かったですね。辛かったです。はい。なんか、やっぱ上りゴールって割と心が折れるというか、エピックコムそんなにきつくないとは思うんですけど、
なんか疲れましたね。あのボルケーノを登ったりとか、あの辺もした上で、はい、最後登りになったので辛かったです。で、今一つ目の勝負ポイント入ってきました。はい、ここは私今そうですね、7倍ぐらい踏んでます。で、私自身はダンシングしないように軽電差を上げてって、今90ぐらいの軽電差で走ってますが、はい、目標としてはこういう感じです。できるだけ高い軽電差で、坂を越えるというのが目標で、まずはここはできました。で、集団の先頭の前の方にも残れたので、これは OK ですね。はい、で、この辺のダートで、ちょっと自分を見失ったりすると、いつの間にか遅れてるということがあるので、そこだけ注意して前目の方に行っていると。で、今どうでしょう、左側にいる緑ジャージのアフロのアバターの人が多分佐久間くん で、まあ、彼のあたりを見てれば多分切れることはないんだろうなみたいなのもあって、彼から置いてかれないようにっていう感じで、この辺では見てますね。ただ依然として300ワット超えてるので、で心拍もですね154っていうのは別に高いわけではないんですけれども、やっぱりその楽ではない強度ですね。なんかそのこれで巡航しろって言われたら巡航はできるんですけど、何か不確定というか、これ以上にしんどいことがヒュッと起きちゃうと、もう心も折れてついていけないっていうぐらいの感じのギリギリのところではあるので、まあなんとか心拍を落ち着けながら進みたいんですけど、まあこの強度になると300ワットってなるともうしょうがないですね。このぐらいになっちゃいますね、ずっと。はい、心拍下げることは難しいと思います。で、このなんかの登ってるようで登ってない道ですね。この辺は、まあ、上りだと思って勘違いして踏んじゃう人もいたりして、パワーが比較的変動するので、ここは油断してると切れます。はい、私も何度かここで切れたことあるんですけど、油断大敵です。ここは油断大敵なので、まあ油断大敵の対策としてはもう前にいるしかないんですけど、まあとにかく前目で行って、見えてる人が少ないようにするみたいな、はい、そんな感じです。なんでここからちょっとした、まあ、1% か 2% の上りですけど入ってくるので、でここでこうギュンとこうパワーが上がったりするんで、そういうのは気をつけながらで、であと割とですね、今日はなんかアタックがちらほら散見されてて、ペースが落ちてないんだなっていう雰囲気はありました。今も逃げてる人いますけど、はい、こういう感じで、何でしょう、先週大逃げがあったせいなのか分かんないですけど、あったせいなのか、まあ、逃げを打つぞっていう人がいるの、そういう思惑で逃げを打とうとしてるのか、あと集団の方がその先週は完全に逃がしてしまったので、その飛び出した人を逃がさないぞっていうような思惑になっちゃってるのか分かんないですけど、なんとなくそのアタックかけた人をなんというかあまりこう容認してない雰囲気はありましたね。なんか誰かは追っているみたいなのがありました。はい、のでまあレースとしては正しいんだと思うんですけど、集団としてはどんどんペース上がっていくので、これはわりかしきつかったですね。この段階で320ワットぐらい出てるんで、しんどいです。これはしんどいやつですね。はい、で今ここがですね、ちょっと 4% 5% の坂に、まあ、一瞬なるんで、ここはやっぱ割としんどいんですよね。勝負ポイントってわけじゃないと思うんですけど、なんとなく普通に上りでしんどいところですね。でここから、下り、はい、下り平坦下り基調になって、で下りだ楽だ休めるなんて思ってたら大間違いで、なんかこうこのレベルになってくると下りこそ踏まなきゃいけないみたいな感じになってますね。
はい。でもう踏んでいきます。とにかく踏んでいきます。はい。で、こういう感じで集団の後ろの位置で、ここでずっとこれを維持、この距離感を維持できればいいんですけど、こうやって気が抜けるとあっという間に置いてかれるので、ちょっとあんまり開けないように、はい、まあ、集団の中に今入ってきましたけど、できるだけ早め早めに戻るというのが鉄則ですね。はい。で、まあ、これ今手過ぎてますけど、で、まあ、集団の中でなんとか温存すると、はい、とにかく温存です、私の場合は。はい。で、この辺でこうなんとなく温存して、前から切れないように今アタック一人いますね。もしかすると私が追わなきゃいけない、あ、一人じゃないや、いっぱいいますね。はい、何か逃げてるんで、これになんとか追いついて行きたいところですよね。はい。ちょっと早送りしますね。はい。で、ここで、このブルケーノ島に向かうこのサスですかね。サスですけど、ここいつもこんなに踏む必要ないはずなんですけど、なんか踏んじゃってます。で、この後にちょっとした登り、ちょっとしたというか、まあ、二つ目の勝負ポイントとなる登りがあるんですが、ここも、はい、とにかくケーデンスを上げて、だいたい7倍ぐらいで踏んでいくと。で、終わった後にもう一段ここ登りあるので、ここまで気を抜かずにちゃんと踏んでいくというところですね。で、まあ、このぐらい一生懸命やって、なんとか前の方についていけているというような状況です。はい。まあ、とりあえず、ここまで来れば、まず1周目は集団に残れたなって言っていいと思うんですけど、なんとか2つの勝負ポイントを、まあ、ケーデンスを保って、で、断水もせずにケーデンスターを持ってパワーを出して、ちゃんと、まあ、いなせたと、はい、なんとかクリアできたという感じでした。あ、で、ここで、大体今日はここですね、勾配がこう下りなんですけど、勾配がゼロになった瞬間スプリントをかけようというのが大体私のこれまでのパターンだったんですけど、それだとちょっと距離短すぎるかなとか、まあ、いつまでもそんなことやってるとこうスプリント力つかないので、今日はちょっとここの下りのところが、まあ、3%、2%、1%というふうにどんどんフラットに近づいてくるんですが、その 1% になったタイミングでスプリントかけようかなということを考えてまして、1周目の坂のところはちょっとその辺の様子を伺ってました。はい。まあ、最後まで残れればですけどね。はい、そういう感じで、インスペクションもしつつの1周目で、ペースは結構きつかったんですけど、なんとなくこうまだこう余裕があったというか、その周りを見る余裕があったかなというような1周目でした。はい、多分上りのところのちゃんとケーデンスを上げてパワーをかけて上るっていうやり方が、その時はしんどいんですけど、レース全体で見た時の負荷が少ないというか、パワーがちゃんとで同じ運動量でもちゃんとパワーが乗るというか、そういう感じではありますね。効率がいい感じはします。はい。ので、まあ、そういうのもあって、周りを見る余裕はまだあったかなというところです。はい。で、この辺まで来ると、まあ、2周目で、ちらほら、あ、前で逃げてる人もいたりして、ちらほら私もなんか引いたりなんなりしてましたが、まあ、個人的にはこれで逃げれるとは全く思ってないので、単にそのこの集団から切れないために前に行っているというだけなので、なんかそのそれで集団の前の方を走るのは効率がいいのかどうか分かんないんですけども、まあ切れてしまっては元も子もないということで、こういう感じになってます。
で、あの前の方にいると、まあ、そのレースの展開が見えるので、まあ、楽しいというか、なんというか、その上位陣がどういうレースをしてんのかが、まあ、一応数値も含めて見ることができるので、はい、非常にまあ有効ですよね。はい、着を取る、まあ、取れたら嬉しいですけど、その着を取る目的っていうよりも、そのなんとかデータを取る目的というか、はい、そういう意味でも前にいた方が何かと有意義だなっていう感じがします。はい、で今日はそうですね、ちらほらちらほら逃げが出てましたね。はい、でペースも上がって、はい、私も多少そのペースの上げに加担したところあったかもしれないんですけれども、はい、まあでも、まあ、レースですからね、はい、自分が行けると思った時には行った方がいいというところですね。はい、でこれ2周目のそのボルケーノの上りです。はい、で1周目よりはちょっとパワーが落ちてる感じしますけれども、なんとか諦めずに、はい、ダンシングなしで集団になんとかついていけたというところで、まあ、平坦に入ったところで、まあ、前の方までギュッと上がれたという感じですね。はい、でこれはまあなんとか生き残れました。2周目もなんとか生き残れました。はい、でですね、まあ、ここからゴールまで1キロぐらいなんですかね。はい、でここ今3パーですね。でだんだん2パーになって、で1パーになりましたね。この辺からスプリントかけていこうというのが今日の目標でした。はい、まあ、その辺の距離感を測ってました。だいたい300メートルぐらいかなっていうところですけれども、まあ、そういう感じで考えていました。はい、まあ、生き残れればですけど、はい、はい、でまあこの辺は、やっとあれですかね、この辺でなんか300ワット切ってきたぐらいで、そうでもないかな、はい、なんかなんとなく落ち着いてきたかなっていう気がしたのがこの辺でした。はい、もう皆さん疲れてたのかよくわかんないですけど、なんとなく落ち着きましたよねこの辺で。でまあ佐久間くんも、はい、あの普通に前方に位置していて、多分何としてでも着を取りたいんだとは思うんですけど、はい、そうか。で私もですね、なんかあそこの海底トンネルの出口のところで、まあ、ケーデンス上げながらパワーかけてたら割といい感じで踏めちゃってて、でなんかそのまま走っちゃってましたねここは。はい、あまりそんな前に出て何かを しようという意図はなかったんですけど、まあ、こういう感じで捕まっちゃうので、まあ、逃げれるほどの足もないので、まあ、なんとなく前には出たけどっていう感じでしたね。まあ、誰かこう強調して一緒に行ってくれる人がいれば、まあ、それで逃げるというのも一つありだったんですけど、まあ、そこまでの足はないんで、ちょっとこう様子を見てみたっていう雰囲気ではあるんですが、まあ、ちょっと前を走ってみました。はい、でこの辺はやっぱ捕まってしまって、うん、やっぱり集団に最後まで連れてってもらおうという気持ちにはこの辺でなってます。はい、やっぱこの集団を置き去りにして逃げるとかって何か持ってないと絶対無理ですよね。はい、あの平坦では、うん、なので、はい、なんとなく前走るはできるかもしれないですけど、みんなが諦めてくれるほどの逃げをかませるかって言ったら、それはなかなか
なかなか難しいだろうなっていう、はい、ところではありました。でここら辺でなんか 4,5 人のグループになったりしたので、まあ、ここで誰か引きが強い人がいたらそれに乗っかろうとかはちょっと思ったりもしたんですけど、まあ、そういう感じでもなく、はい、なんとなくこの勝負ポイントですね、ここで絶対切れないように、ここまで来て切れたら悲しいんでっていうところで、まあ、頑張ってます。でももうなんか5倍ぐらいしか出てなかったですね、はい。でここのここまで行くと平坦ですけど、なんとかここまでは残れたので、でただ心拍が164とかなので、これはもうほとんど私にとっては最大心拍です。あのこう巡航してる時には最大心拍です。はい、これ以上はもう無理です。はい、でだんだんゴールが近づいてきてて、はい、そうですね、ここで左折して下りに入ってゴールスプリントの準備になります。はい、でさっき言った、1% に入るタイミングぐらいでスプリントかけていきます。でここで行きましたが、はい、全然無理でした。はい、はい、全然無理で、一瞬一番前に出たタイミングもあったと思うんですけれども、はい、全然スピードが持たないというか、そもそもないですよね。はい、ということで、なんだこれは、19位、はい、総合19位という、まあ、例によって至って普通の順位でゴールということになりました。ただ最大心拍は確か173とかそのぐらいまで行ってて、多分私最近最大心拍170超えることなんてまずほとんどないんで、まあ頑張ったということになるのかなというところですね。はい、はい、それで、データになりますけど、今日はそうですね、心拍で、これ Z6 とか、はい、そのエリアまで入り込んじゃってたぐらいだったので、まあ相当頑張った部類じゃないかなと思います。で走行距離38キロでだいたい52分ということで、まあ前後もちろんあるんですけど、そのぐらいです。で順位としては19位、総合19位で、時間は50分4秒で、ワット数304ワットの 4.3 倍でしたね。はい、で A クラスだけでいくと16位になってます。はい、なんとまあで、トップからは3秒くらいですか、4秒くらいです、ちょっと字が小さくて見えないですけどぐらいで、まあ、最後スプリットだったので、まあ、そこまでいけばそのぐらいの差でなんとか、まあ、トップにもついていけてたかなというようなところです。はい、まあ、一時全然 A クラスの先頭の背中なんか見えなかったんですけど、なんとなくちょっと見えてきたかなというようなところであるので、まあ、平坦レースであればなんとか、平坦レースというか、この定例にしているレースではわりかしちょっと前が見えてきたかなという感じはしています。まあ、実際勝てるかどうかは別ですけど、まずは見えてる範囲でレースができるかどうかかなというふうには考えています。はい、でまあそんな感じでちょっとまあ上向きかなっていう感じはあるんですけれども、はい、まだまだ頑張らないとダメかなというところですね。はい、で今週ですけれども、金曜日に定例にしているインスブルック出たいんですけど、ちょっとお仕事の関係で金曜日の朝は不在なので出られません。で土日もちょっと出張が入ってまして、ドリフトは多分できないと思います。まあ、来週は月曜日休みがもらえるので、何か
あんまり普段出ないようなレース出るかもしれません。で、あと、カー、スイート、定例のロンドンヒリーと、あとこのレースと、来週こそ金曜日のインスブルックが出たいかなというふうには思っています。はい、まあ、そうですね。あとはなんか、イネオスの、ワークアウトシリーズとかもあるので、その辺もやりながら、まあちょっとベースを鍛えながら、またレース参戦していこうかなというふうに考えています。はい。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。